はい、あ、そうそうそう、関西君がいるので、はい、向井先生の判断をちょっと簡単に説明をしてあげて、はい、その後にそれ作業をやってる間に僕が戻ってきますので、すいません、はい、あのちゃんとこう渦めてこう引っ張るだけじゃ抜けないようなこう多分さ、こうこういう返しになってるんだよね。それ単純に後付けかな、それとも整形術かな。いや後付けでしょ。いやどうかな、後付けだと思うよ。後付けでしょ。整形、これと一緒に整形は無理じゃないか。さてここまで外したところで、あ意外とあれダミー、マジそんだけか、ダミーだ。ああじゃあもうこれ脱がせられるじゃん。あ意外と簡単そうだと思ったけど、なんだこのパーツ。あへえ、あすげえ。そこに固定用のリブでもあるの。いやもうなんか一体成形になってるこれ。へえ、じゃあそれで全部抜ける。へえへえ、しかもスポンジ入ってるし面白い。そしてここだけ抜けねえ。あ抜けた抜けた。まあでもここ抜いたところで頭が取れないと意味ないんだけどね。抜けんじゃん。おお、フィジットっていうおもちゃです。知ってますか。知らないです。ファービーみたいなもん。あ、ファービーみたいなやつです。